美術で日本を元気にする絵画骨董買取プロ集華堂の田中でございます。で、この肉質共演についての、ここの記事に書かれているので、まあ、重要なことがですね、さっきはちょっと言わなかったんですけども、春報案事件というのがあります。でこれはですね、我々も所属する非常に重要な美術賞の集まりである東京美術クラブというところにおいてですね、行われた肉質共演の一大展覧入札会がですね、まあ、これ有名な評論家なんかもこぞって論評を書いて、新聞等でもにぎにぎしく大々的に宣伝されてやった入札会がですね、実は出品されている代物が全部偽物だったと、とある仕掛け人が全部作って全部その古色をつけて販売したということが、まあ、バレてしまってですね、で、春報案という架空の家まで作ってですね、で、この時に結局大騒ぎになって、首謀者はですね、首謀者の金子不遂が懲役2年、それから修が懲役1年、道夫が懲役1年、執行猶予付きの判決を受けたということで、でこの時評論家として執筆した笹川林夫さんがですね、権威が失墜したっていうことがあって、でまあこれでまあ肉質系はなんだか怖いぞっていう常識が美術賞の中にできたということがあってですね、非常にこうなんというか、まあ扱いが難しいという印象がすごく美術賞の中に広がったということがあるんですね。ところが、まあ、その、状況の中であえてそこに突っ込んでったのは、さっき言った木村藤介さん、白露堂なんですね。でも白露堂さんはね、何が破天荒かって言ったら、まあ、これ間違ってたら誰か気が付いて直してほしいんですけど、多分藤介さんは美術賞っていう存在が何か本当に自分のやり方をやるための手段だったんじゃないかなと思うんですよね。それは何だったのかっていうことはちょっとはっきりとは分からないんですけれども、何か本当に信念をやるためだったら肉中教ってたとえけれんみのあるものだとしても、まあ自分だけを独占して扱うということで何かマーケットを作って、で自分 の信念を貫くというようなことがあったと思うんです。だから考え方が非常に破天荒で常人の考え方ではなかった。で、同時にですね、この藤介さんは単に肉質共演ということだけではなくて、まあ、長谷川理工であるとか、それから木村正八とかね、それから、まあ、この間、名前どっかで言ったかな、中村正義だとか、それから斎藤慎一とか、それはこの本には書いてないですけど、まあ何て言うかな、非常に個性のある、まあ、いわゆるね、現代的な意味でいわゆる美しいって、今写実がまあ流行ってて、もうどんな誰が見ても分かりやすく美しいというものが、まあ、今の現代で流行りなんですけれども、そういうその分かりやすい美しさというもよりは、まあ、なんていうか貧しくともこう魂をぶつけたようなこういう絵を描く若い人たちを、まあ、育てたというところがですね、藤介さんのやってた仕事の、まあ、一番メインだったんじゃないかと思うんですけどね、まあ、そういうことも含めてやっぱり何かこう非常に熱いものがあったと思うんですよね。まあ、どういう人だったのか僕もね会ってないので分かりません。一遍お話ししてみたかったなと思いますけども、藤介さん亡くなった後はやっぱり肉質共演ってね、ある種の信念、ものすごい力強いものないとできないので、まあ、ハブルトさんはあんまりやらなくなって、でハブルトさんはむしろ若い人のプロデュースをずっと今もやりになってるんじゃないかと思います。まあ、そういうふうに変わってきたんですよね。春報案事件ではまあ大変こうなんていうか、美術賞としては身につまされる、一番美術賞が騙されやすそうだね。これなんか図録がこう春報案の最もらしい図録、これね、僕もね競り
でね、市場でこれ見たことありますわ、これもしかしたら1冊ぐらいどっかで買ってどっかそこら辺に置いてるかもしれないけど、意外と買っちゃったら見ないんだけど、コンビニ持ってんのもんは多分ないかな今、まあ、とにかくあの一大事件でありました。はい、ということで、陸地中継のこと、版画のこと、浮世絵のこと、何でもお尋ねください。こちらの0120-12651のフリーダイヤルと LINE の、公式アカウント、こちらもこの QR コードで読み取っていただけます。